アメリカの先週1週間の新規失業保険申請者数は24万5千人で、前の週から5千人増加しました。増加は2週連続で市場予想を上回りました。一方、失業保険を継続して受給している人の数は186万5千人で、2021年11月以来、およそ1年4ヶ月ぶりの高い水準となっています。